亀島タイムスです。自民党は公明党の主張を受け入れ、政治資金パーティーの公開基準を5万円まで引き下げました。これに最後まで反対したのはキングメーカーの麻生太郎です。岸田総理が麻生氏の反対を振り切ったことで、ただでさえ冷え込んでいた2人の関係は決定的に悪化しました。岸田総理は公明党に近く麻生氏の天敵である菅義偉前総理大臣と組むのか、それもハードルが高いと見られています。四面楚歌の岸田総理、もはややけくそ解散に踏み切るしかない、そんな憶測も流れていますが、果たしてどうなのでしょうか。もともと麻生氏選挙に強い、地元福岡では公明党の推薦を得ていません。これは自民党の今の国会議員では非常に珍しい。もともと公明党は嫌い、連立解消が実は持論です。それだけではありません。公明党の後ろに自分とは天敵である菅義偉前総理大臣や森山総務会長、こうした党内のライバルの影を感じているんです。公明党の主張が通るということは、菅さんや森山さんの影響力が強くなる。それを阻止するためには公明党を痛めつけなきゃいけない。麻生さん、岸田政権発足当初2年間はキングメーカーとして君臨してきましたけれども、去年の秋、岸田総理が麻生さんの反対を押し切って定額減税に踏み切ったあたりから、2人の関係には亀裂が走ります。そして決定的になったのは、岸田総理が派閥解消、裏金事件を受けてこの派閥解消を打ち上げたことでした。麻生さんには何も相談しなかった。麻生さんは派閥が大好き、自分の麻生派を育て上げてきた自負があります。結局麻生派を除いては全ての派閥が解散に追い込まれましたが、麻生さんだけは派閥を存続。ここで岸田総理と麻生太郎、進む道が決定的に分かれました。麻生さんとしては、岸田俺の言うこと聞かねえな、支持率が全然上向かないのにどうやって9月の総裁選乗り切る気持ちなんだ、こういう疑心暗鬼を深めている。そこで9月の総裁選挙に向けて最後の最後、岸田総理が本当に俺の言うことを聞くのかどうか、それを見極める一つの試金石が今回の政治資金規正法改正だったと言えます。この最後の土壇場でも岸田総理は麻生さんの意向を振り切って公明党の主張を受け入れた。これは2人の関係がもはや決定的に悪化する要因となることは間違いありません。麻生さん、これまで岸田総理を牽制するために上川陽子外務大臣を担ぎ出すことをしましたが、上川陽子も自らの失言で失速。なかなか岸田の対抗馬見当たらない。一番自分の言いなりである茂木幹事長、これは党内でも国民人気も非常に低い。なかなか茂木では岸田に対抗できない。ましてライバル菅が担ぐであろう石破や小泉進次郎、ここにはとてもかなわない。麻生さんカードがないんです。本当は岸田総理が自分の元に帰ってきてペコペコ頭を下げてくれれば一番いいんだけれども、今回のこの政治資金規正法改正をめぐってもやっぱりこいつ俺の言うことは聞かんな。麻生さん、いよいよ手詰まり状態になってきました。ここで政治資金規正法の公明党案に反対したのにはもう一つ理由があります。実はこの政治資金パーティーの公開基準引き下げ、自民党の中では抵抗が強い。それに乗った岸田総理に対して自民党内では反発が広がっています。麻生太郎、ここでその反対派に乗ってみんなの気持ちを自分に向けよう。ライバルである菅や森山は公明党に近い。ここでアンチ公明の自分の立場を利用して公明党案に反対することで、今回の政治資金規正法の改正に反対の自民党議員たち、この支持を自分に引き込もう、こんな思惑もあったと見られます。一方、岸田総理は公明党に乗ったのはなぜか。もともと参議院では自民党は単独で過半数を持っていません。公明党の賛成なくしては法改正はそもそも無理でした。どこかで公明党に譲歩するしかなかったんです。そのためには公明党と距離のある麻生太郎ではなく、公明党に近い菅や森山の力を借りるしかない。麻生離れを加速させた一つの要因でしょう。それでも菅さんとはやはり信頼関係はない。
麻生にも嫌われ菅とも距離がある。こうなると岸田総理党内では四面楚歌。このままではやはり9月の総裁選挙勝ちきれない、こんな空気が強まってきます。そこで浮上するのが6月末の会期末、法改正を実現した後にやけくそ解散を断行する。自民党内ではなおこの恐怖がくすぶっています。でも私はこのやけくそ解散には否定的です。なぜか、6月解散の唯一の目的は9月総裁選を乗り切ること。でも今解散総選挙しても議席を減らすのは間違いありません。それほど岸田総理は不人気です。仮に自公で過半数を維持したとしても議席を多く減らせばやっぱり岸田はダメだ。むしろ9月の総裁選で岸田おろしの風が吹き荒れるでしょう。しかも来年の夏には参議院選挙は予定されています。選挙に勝てない岸田文雄、こういう印象が定着すればやはり9月の総裁選挙、衆議院議員からも参議院議員からも嫌われる。たとえ6月解散を断行したとしても9月の総裁選を乗り切るという流れにはなりそうにありません。そもそも岸田さんにとって衆議院解散の最後のチャンスは4月だった。私はずっとそう指摘してきました。なぜならば4月を過ぎると政治資金規正法の改正論議が本格化する。そうなると公明党に頭を下げて法改正を実現させなければいけない。現に岸田総理、今国会の改正を公約してしまいました。この時点で勝負がついた。国会中に法改正を実現すると約束した以上、公明党の協力なしには法改正は実現しない。公明党は岸田総理の元の6月解散には反対でした。そうなると法改正を人質にとって6月解散絶対するな、これを約束しない限り法改正には協力しない、こう言われることは目に見えていたんです。つまり4月の時点で解散に踏み切らず今国会の法改正を約束した時点でもはや岸田文雄、実は解散する気はなかった。やっぱり不人気岸田文雄、解散総選挙は怖かったんでしょう。解散総選挙を断行してボロ負け、こういうみっともない姿を晒したくはない。そうした弱気からもともと6月解散やる気がなかったっていうのが私の見立てです。6月23日の国会会期末まで政治資金規正法の改正案成立する方向となりました。そうなると6月23日で国会は閉じる。岸田文雄は解散権を行使できないまま9月の総裁選を迎えます。麻生からも菅からも嫌われ四面楚歌の岸田文雄、一体どうやって総裁選を乗り切るのか全く展望ありません。私はこのまま不出馬に追い込まれるんじゃないか、そう見ています。唯一の頼みは7月7日七夕の東京都知事選挙。ここで小池知事が出馬して立憲民主党蓮舫氏をやっつけて政治の流れが大きく変わる、自民の連敗にストップがかかる。こうなればもしかしたら状況が変わるかもしれない。でも小池百合子は裏金自民と一緒に見られたくない。予想通り出馬したとしても自民党の推薦は拒否するかもしれません。そうするとますます岸田文雄追い込まれていきます。鮫島タイムス、引き続き7月の都知事選、9月の自民党総裁選、そして解散総選挙の行方、どこよりも早く分かりやすくお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。